その先の先ね情報処理能力みたいな情報処理能力が配るしめっちゃ早いじゃないですかあれが結構鍛えにくいんだよねもう頭の回転が速くないと周り見たところで何が起きてるか分かんなかったり最適行動分かんなかったりするからね田中君スパチありがとう今大学1年です、えー、サッカーの監督として生活するためにはサッカーの知識が必要なものはありますかなんならサッカーの知識がいらないですねそうそう 人がついてきたい人間になれるかとか、うん、人思いやれるかとか、そう、この人と仕事したいっていうふうに、選手みんなに思ってもらわないとっていうところですね。それは別に媚びへつらうわけじゃなくて、まあ、それが、自分っていう見た目だったり、生き方を俯瞰して、リーダーとしての振る舞い考えるっていう、ペップの引っ張り方、クロップの引っ張り方、黒田さんの引っ張り方、ね、全部違うと思うんですよ。 僕も自分で監督やるときには当然違うからだ,だからそうですね自分が思うリーダーへのなり方みたいな大事ですねさあ「週休学」決めましたありがとうございます現代のサッカーはまだ言語化されてない事象が多いことは改めて気づかされました週休学で定義された言葉が広まってどんどんサッカー活性化していってほしいそうですね本当ありがとうございます本当。だってねボランチのさ後ろのエリアはバイタルとか言われてたけどさボランチの前とフォワードの間のエリアすごい重要じゃん あそこのエリアの言葉なかったですからね。テさんチームが行ったらペップ的な強権マネジメントします今もしてますよ、うん。悪いやつ入れないし、悪いやつ弾きますよ、うん。仲間のこと考えられないやつは。全然僕優しくないですよ。まあ、ペ,ップ <laughs> ペップが優しくないわけじゃないけどね。うん、僕がなんか優しく選手たちをいたわってみたいに思ってたら、ちょっとあれだなと思って。 戦術ってね戦うすべだから戦術を利用しなきゃいけないんだけど戦術を使いこなさなきゃいけないんだけどそれをできない選手にとっては戦術は縛るものえ自分を縛ってくるものっていう風になるからだから戦術やるのにもスペックが必要なんでしょうねなんでしょうねっていうかなんですだから戦術を手段にできるぐらい普段から計算していかなきゃいけないっていうそうでもうねあの選手たちを納得してもらうためにっていうかもうこの間この間ってかいつも言ってるんだけどあの大人になってさ 二十歳超えてさ、公園で一時間ボール蹴る練習するってさ、現実的じゃないじゃないですか。やってくれたらすげえ嬉しいよ。公園で一時間ちゃんとリフティングしたかって言えないじゃん、大人のサッカーで普通に考えて。ヘトヘトで帰ってきた大人にみたいなそ。だけど、帰りにジムよって、二十分だけ筋トレしろっていう。で、その二十分で、あの、バーベルスクワットを、ええー、十回三セットできるんですよ。 でそれするだけでももの筋肉発達するからスプリント力が上がるし球際強くなるしそれによって球際かつマイボールにできる運動量をセーブできる結果技術上がるっていう。なんで大人になってジムで20分過ごさできるからそこでフィジカル上げることによって元々持ってる技術をあの試合の中で発揮しやすくなる。 だから僕は今、シュアーボで走らせるサッカーやらしてるし、フィジカル的にめちゃくちゃ選手たちに求めるんですけど、それはむしろ愛だと思ってます、<laughs> 自己弁護だけど。サッカー頑張れってより、サッカーうまく見えるために体を鍛えろっていう。でもこれは数人の選手に言っただけなんで、今、生配信聞いてる選手いたら、はっってなってる選手もいるかもしれない。<laughs> 昨日ロッカールームで近くにいた選手に、公園で1時間練習しろって言われたら笑うだろうっつって。 20分のね、ジムのトレーニングだから僕自分でジム行ってるのをそう、みんなにインスタとかでストーリーであれしてるとありますね。シ要なの選手たちにフィジカル鍛えてほしいので僕もジム行きます。ありがとうございます。そうだ、あの、あれなんですよ、やっぱりさ、僕の活動が社会人サッカーやりながらこういう海外サッカーしゃべるじゃないですか。なんで この海外サッカーしか見ない人は当然いていいと思うんですよ、全然。それは人の趣味嗜好だ。だけど、このね、やっぱシュワーボの選手たちをすごい押し出してるから気づかれてない点として、関東リーグとか党一部以上、もうね、マッチョしかいないんだよ、基本。あのベルナルド・シューバーとかイニエスタみたいな選手っていないん、まあ、近くで見たら太いだろうし。マフレーズむっちゃ細かったけど、基本全然違うじゃん、サッカーやってた人だったらわかるけど、ウェイク選手の体って全然違うのよ。もう しっかりアスリートあ多分サッカー以外もうまいなみたいな体してんのよみんなそうだあれはもうサッカーうまくなるみたいな今からリフティングうまくなるとかそんな戦術的にとかじゃ勝てない絶対そうだからそれはちょっともし何か検索したりとか何かで見る機会あったらちょっと見てみてほしいですね試合で何人かいるけどそうそうもうケツが違うんだよねそうだからリズムで体に向き合わなきゃいけないんだよね 勝つたための体作りにそれがあった上で戦術だだってロドリのケツのでかさっていう <laughs> 俺もうマリノスシティ見に行ってロドリとあのデブライネのケツのでかさに笑ったもんなほんとパドックみたいエルコンドルパサみたいだったんだからそうだからやっぱオバはケツでかいじゃん技術的にすごい言われるけどオバはうまいってオバとかケイはケツでかいからね胸板使かったり今の例えわかる人いますか ちなみに競馬の騎手はパドック見て何も分かんないらしいですね。ドうハンにいつも言ってたね。デブライネあれだよね。この間、シティ対タあれの配信で、試合で、何してボーマー戦で言ったけど、髪の毛のセットがさ、もうここちゃんと固めて前髪降りないようになってるよね。絶対前のチェルシー戦でいっぱいかき上げて邪魔になったからだよね、あれ。だからちょっとおしゃれさ減ったんだよな。もうデブライネ髪切った方がいいと思うんだよな、今の髪型だったら。ガイルっぽくなってるからさ。そう、ケツはでかくなるよね。 っていうかもも周りでかくなるのて止まる筋肉とスプリントの筋肉だから、であとロングキック蹴るときに、太ももの裏側の強さは重要じゃん、でそれをさ生かすために、この軸ぶれない腸腰軌道ここの強さ、重要なんだよで、何より注目されるのは、軸足をぎゅって止まるときの前ももの強さ、重要なんだよ、だから止める筋肉、蹴る筋肉、安定させる筋肉みたいな、あと背中も重要なんでしょ。 だから結果やっぱねいいサッカーするにはいい体作んなきゃいけないんだよこれでそれが揃ってる人たちのサッカーだから俺はここの話だけでいいんだけどここの話だけしてたら筋肉いらない人だと思われる可能性あるから今日しっかり喋ってますね <laughs> それがあった上でここのこれがこうなってるよみたいなこれもツールなんだけどでこれが 選手に筋肉鍛えてくれっていう話とか選手に言うとおり動いてくれみたいな話もうるせえお前の言うことだって聞かれってなったら監督って何なん,なんて話になるからこう選手がい,いかにサッカーというかいかにシュアーボで命張りたくなるかみたいな風に考える仕事ですよね。うん、みたいな日々のねなんかこういうなんで葛藤になるのか楽しみになるのかを話してるのがこのチャンネルって感じですね。 そうその材料が食事だからそこにも着手したそうそうそうなんであとあれですよね YouTuber ってやっぱねその育成シミュレーションゲーム的な感覚もあるでしょうから、まあ、皆さんにこうレオ・ザ・フットボールのまあこういう成長を楽しんでいただければっていうふうに思いますねはいまあ、そんな感じでありがとうございました私レオ・ザ・フットボールが監督を務めるシュワーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊 シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガ輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です概要欄の URL からのご応募お待ちしております